片付きは、囲碁用語の一つで、相手の石の斜め上に打つ手を指す。文字通り、相手の石の肩を髪型からつく手段で、片付きと、カタカナで表記されることも多い。動詞では、肩をつくと表現される。下作ろう一が、片付きの一例である。片付きという術語は、相手の石より、上の位置に打つ場合を指す。数のように定位に打つ場合は、 角という言葉が使われる。片付きは、相手の模様を消す手段としてよく用いられる。図のような局面では、白 A あたりに囲われると、手の付けにくい大模様が完成する。その前に、黒1の片付きによる消しが絶好となる。黒5までと軽く逃げ出して、この石はそう厳しい攻めを受けない。アルファ5をはじめとした、モンテカルロ法を基礎とする囲碁対戦ソフトウェアは、 片付きを多用する傾向にある。ジョーズは2016年のアルファゴリオドル第2局において、アルファゴが放った片付き第4戦の一子への片付きはそれまでの常識にない手で、世界に衝撃を与えた。人工知能の出現後、白1から3のような小、ゲーママリへの片付きが多く打たれるようになった。模様の発展性を阻害するとともに、小、 ゲーマじまりを凝り形にしている。このため、普遍の講師と考えられてきた小ゲーマじまりの打たれる頻度が減り、二件じまりなど、広い締まりが採用されるようになるなど、語の考え方が大きく変わってきている。囲碁 AI 新時代 P38 マイナビ出版、王名著ありがとうございます。